はい、半魔家の本家の本物の貴族の人間の上の知能の生物の半魔妖精です。前にも話しているようにですね、人間は義務教育もテレパシーでカンニングして卒業しております。ですから各自一人一人勉強は覚えられてませんので、社会に出て、仕事するときはね、何でも難しいことに対しては仲間とテレパシーで連絡して難しいことをするしかできません。で、ですので、分割、いろいろ違うことをね、するときは、違うことをする、そしてね、多くするときは、難しい仕事が人間はできません。一つに集中して、一つに対して、ね、仕事はできますけど、問題は医者なんですけれども、医者も同じでカンニングして、全員卒業しておりまして、テレパシーでカンニングして卒業しておりまして、誰一人、単独で卒業できたものはおりません。ですから患者さんが多いわけですから、一つについて、治療診断はできません。ですから、私が開発している医療システム関係ですね、CT とか MT とか MR とかですね、あと検査ですね、血液検査ね、で調べることしかできないんですね。で、通常1対1で私と対する場合は、団体が集中してすごく正確に治療診断、医者としての成績は優秀です。しかし患者さんは無数に同時に仕事をしないといけません、医者たちがね。ですから医者が一体になることができなく、お互いテレパシーで情報を取ることができません。大勢患者がいます。いろんな種類の病気の患者がいます。その診断は、人間の医者ではほとんど難しくなるわけですね。カンニングして卒業してますから。ですから今の医者の場合は非常に検査が大事でね、長々く時間がかかってしまうというのはそのせいなんですね。医者がね、カンニングして卒業してるんで、仲間と結集しないと一人の患者の容態を検査できないわけです。ね、そういう性質があるわけですね。一人で覚えてませんから、医者はね。ただちゃんと知ってるわけなんですけども、一人だけの患者だったら医者全員で集中してね、診断やできるんですけども、いろんな患者無数にいますからできないわけですね。これをぜひ注意していただきたい。で、能力低いって言って怒ってきて私と対抗した場合ね、非常に優秀な医者になるけれども、これは当たり前な、テレパシーで仲間で団体で頭良くなって私に来てるだけですから、それにも一体ですからね。それはテレパシーカンニングでね、団体で組めば利口になるわけで、医者としてね。これをよく注意していただきたい。通常はそういうことはできませんから、医者の場合の仕事の場合はね、分割されちゃいますから、テレパシーで、ね、情報を全部聞くことはできないんですね。だから看護婦ぐらいの通常ね、能力しかないですね、医者っていうのは。だからそら辺をよく注意していただきたい。今の医者もう昔の医者もちゃんとね、博士だろうとね、名医だろうと、みんな看護婦ぐらいの技能しかありませんからね、ぜひ注意してください。で、名医なんかはよく前もって治療にあたって情報を得ます。カンニングして仲間から情報をもらいます。そして、自分の頭でやってませんね。
団体のカンニングでもってやるわけですけれども、それにはしょっちゅうね、できませんし、間を置かないとできませんし、ね、また医者っていうのは重労働ですのでね、やりたがりませんから、誰も。お金もらったってやりたがりませんから、強制的に人間団体がやらせないとやんないんですね。これはもうぜひ注意してください。で、医者は特に普通の人よりか病気で死ぬ人が多いです。というのは、過重というか重労働が多いからですね。普通の職と違ってね。ね。ということでね、ぜひ注意していただきたいことですね。半間岩先生ですか、上の生物であるので、私は名医の医者であります、人間のね、という専門のね、普通の医者の先生じゃないんですね、名医の先生です、医者の先生です。ただ上の生物なんでね、人間の国家試験は持ってませんから注意してください。どうもありがとうございました。